こんにちは。今日はリハーサルをしてて、レッスン、ダンスのレッスンをしてて、でそれの後にもう一個仕事があるんですけど、ちょっと時間が空いちゃったのでドラムをやろうと思ってやってます。ちょっと汗かいたからもう髪の毛もやばいですけど、ちょっと許してください。ドラムの前に座ってます。で今日はカメラを持ってきてなかったので、ちょっと携帯でこの間湯浅さんに撮ってもらったレクチャー映像とか、湯浅さんが雷鳴の曲をワンハーフを叩いてる映像とかを見ながら軽く今自分でやってみてたんですけど、ちょっと動画回そうかなと思っております。このね、でもこの間難しかったところをだいぶできるのって、なんか普通にスネアも叩いちゃうんですけど、本当はハイハットだけだから、そこをテンション上がらないようにしないといけない。なんかこれ合ってるかな。ちょっと3時からこう使う方がいるみたいなので、ちょっと今湯浅さんの動画を見て、タッタンチャッタララタッタタラタラタタラタだったので、ちょっとそれやってみます。これ多分これ、じゃあちょっと最初からやってみますね。あの日少しThank you.
ちょっとまだ荒削りなんですけど、この間教えてもらったところとか、あの課題だったサビのリズムのところはだいぶできるようになってきて、あと細かいところのフィルインとか、あとはあの叩く場所が違ったりとかするところがあると思うので、今度練習で岩瀬さんにまた教えてもらおうと思います。ということで、サクッとですが練習動画でした。ちょっと引き続き練習して叩けるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。